そこはそれで合ってんだわ。え、それ2回あるから。ああ、そういうことか。ごめん、俺間違えた。もう一回同じとこですか。オッケー、ちょっと待って、ね。ピアノだけど俺たち結構弦のアーティキュレーションとかを取り入れてやってるから、弦とは違うんだけどピアノでもちょっとね再現をしてるっていう、なんかこの真ん中あたりの、そうね、そのピアノだしピアノでもないし弦楽器でもないしっていう、なんかそう、いいとこ取りみたいな感じを目指してやってるよね。そうね、そう、今ちょうど汐留の合わせが終わったところで、あのやっぱり楽しいね。ウィーンでやってたから2人合うよね、やっぱり、ね、あの言わなくてもスッとこうできる部分というのが大きくてやりやすいです。あとね、やっぱりこういうのって1人で練習しても楽しくないんだよね。1人だと分かんないところも結構多くて、やっぱりね、一緒にやると楽しいね。そうそうそう、曲が見えてくるっていうかね、そんな感じです、っていう感じです。はい、お待ちしてます。本番ですが、どうですか？どうですか？調子は。はい。こんにちは。なんだろうね。なんか、いつも通りというか。なんかあんまり実感がないよね。コンサートってなんか変に気負いはしてないかな、俺たち。ただまあね、企画から数えると半年ぐらいなので。でも実は感慨深いよね。6ヶ月ぐらい温めてたのかな、実際言えば。てか、みんなに聴いてもらえるのが楽しみだね。そうですね、めちゃくちゃいい曲だから、私とも、で、さっきあのホールちょっと見てきましたけど、素晴らしい響き良さそうだもんね。って感じかな、ね、ですね、この前卓球したね。卓球ね、楽しかったね。あの、ニキータ、チキータ名前がニキータとか、チキータ、チキータ、逆チキータ、あれ、ちょっとマスターしてね、で、そしたら2回できてたんですよ。でもさ、あれはさ、マジでマグレだったじゃん。いや、2回連続はマグレとは言わないから。でも2回連続できて、そこからできないから。いや、で、2回とも同じとこも出してたから。ビギナーズラックみたいなもんやね。いい球が来るが多分、ね。そう、うん。ちょっとね、ハマりそう。まあ、チキータってね、あの下回転なんですよ、サーブで大体。それをこう、上回転に塗り替えるんですけど。多分ね、ピアノやってる人ね、腕の使い方、ね、あ、絶対可動域がこう、そう、なんかあれなんで、ね、ちょっとあると思うんだよね。まあ、ピアノもさ、あの、このポジションでやるじゃん。そうそうそう、みんな空間把握能力みたいなね。そうそう、あと百人一首とか強いんだよね。百人一首。わかんないけど。それはちょっと違うと思う。もうすぐリハーサルですけど。いやでも響き良さそうだよね。調律の感じ聞いてるとね。あ、伸びるね。よく響く方で。結構上に行く気がする。うん、確かにね。ちょっと楽しみだね、これ。自分たちも分かんないのにまだ響きどうなるか。そうね、ちょっとやってみないと、いや、頑張ってください。頑張ります。ピアノチェンジするからなんかちょっと戸惑うよね、一瞬。俺はもうない。大丈夫、どっちもいい楽器です。でも楽しみだね。でもなんかすごい響きはね、めちゃくちゃいい感じだった。なんか逆に同じキャラだとやりにくいから、面白いよね、ファーストとあれで分かれてると。もうね、表結構お客さんめっちゃ並んでる。あ、マジめっちゃ嬉しいね。ちょっと2人でプログラムを。プログラム渡そうか。うん、行きましょう。
聞かないでここに座ってるだけで。サンセット見ながら。サンセット見ながら。何の公演なんですか。それ見る会みたいになっちゃいますか。最高だね。ちょっと明日楽しみ。